はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、皆さんの身近にある危険な有毒植物トップ7のパート1をねお伝えしたいと思います。本当に皆さんの身近にある植物ばかりですので、最後までご覧になって、その取り扱いには気をつけてください。ではトップ7からいきます。第7位は、シクラメンです。はい、本当に身近なところが来ました。シクラメンです。シクラメンにはシクラミンというね、ちょっと有毒な成分が含まれていて、それほど毒性は強くないんですけれども、食べてしまうと、嘔吐、下痢、胃腸障害などを引き起こします。ですから、まあ、小さいお子さんとか、あとペットですね、犬とか猫とかが食べてしまうと、まあ、そこでね、そういう障害が起きてしまうことが多いので、ぜひ取り扱いには、まあ、小さいお子さんのとかね、ペットのこう手が届かないとかね、ちょっと食べちゃわない場所に置いて管理をしてください。本当にこうご家庭でね、暮れからお正月とかにね、まあ、お家に必ず一鉢あるようなポピュラーな植物ですので、ぜひね、そのような事故がないように気をつけてください。続いて第6位です。第6位は、洋酒山ごぼう。はい、こちら洋酒山ごぼう、皆さんね、公園とか山とかに行くとね、よく見かける植物だと思います。また住宅地でもね、鳥が多分種を運んでくるんでしょうね。いきなり出てきたりします。また生け花や僕たちみたいなフラワーデザインの人たちでも、この花材としてね、よく使う植物でもあるんですけれども、まあ、ちょっとね、やっぱり実はグロテスクなんで毒性あるんじゃないかなってパッと見えるんですね。なのでそのあたりで見分けはつくとは思うんですけれども、まあ、もちろんその実と、あと根っこに特にピトラッカトキシンというね、有毒成分を含みます。こちらね、食べてしまうと嘔吐、下痢、痙攣などの中毒症状を起こしますので、注意してください。また根っこを山ごぼうと間違えて味噌漬けにして食べて、このような症状が出たというね、事例もありますので、ぜひね、注意をしてください。はい、では続きまして第5位の発表です。第5位は、水仙です。はい、もうこちらも超ポピュラーな植物が出てきました。僕なんかね、やっぱりいけばなでもフラワーデザインでもたくさん使いますし、もちろんこう公園とかね、お庭とかにも生えてる植物です。もうとってもね、日本ではね、水仙って昔から親しみ深い植物の一つなんですけれども、こちらね、毒素がね、リコリンっていう毒素と、あとちょっと難しいんですけど、タゼチンガナンタミンのアルカロイドと硝酸カリウムっていう毒素が入ってるようなんですね。で、特に僕なんかまあ見慣れてるから、すぐに水仙だと分かるんですけど、お花がなくなった後にこう伸びるっていう植物と間違えたり、それとあとニラと間違えて食べてしまうケースが多いようです。そうすると食べてしまうと30分以内にですね、吐き気、嘔吐、下痢とかの症状が出てくるので、もうそうなったらすぐにね、こうお医者さんに行った方がいいです。はい、で水仙自体ね、全体にも毒はあるんですけれども、特にね、球根に毒があるので、球根はなんか伸びると間違えて食べちゃう人がやっぱり多いみたいなんですけど、絶対に食べたりはしないでください。まあ普通にね、こう接してれば全然こう問題ない植物なんです、ですので、まああとはまあいけたるものをね、犬とかね、猫とか、あと小さいお子さんがね、口にしてしまうっていうところの、そういう事故がないようにぜひね、気をつけてあげてください。はい、続きまして第4位は、クリスマスローズです。クリスマスローズといえば、僕たちも花束でマネージでもね、たくさん使うお花の一つです。もちろんね、庭にもたくさん植えてる方もいらっしゃいますし、コレクターもたくさんいます。ただこのクリスマスローズも毒性がある植物です。サポニンとかね、ヘレブリンっていう毒性を持っていて、まあ、心臓毒というふうに言われていますね。不整脈をね、起こしたりとか、あとね、こう汁が手につくと皮膚炎とか水疱ができたりとか、まあ、そういうね、症状もあります。
で特にクリスマスローズの学名の由来っていうのが、まあ、学名でヘレボロスっていう学名がついてるんですけど、まあ、こちらね殺す食べ物というような意味合いのギリシャ語だそうです。ヨーロッパではね狩猟の矢の毒にこのクリスマスローズのこの汁とかねそういうものをつけて使っていたくらい昔からね毒性のある植物としては有名なお花らしいですね。なのでまあ、クリスマスローズもね特にこう飾ってある分には何にもこう問題はないんですけれども、こう誤ってねそのお花を食べてしまったりすることがやはり危険なことになってしまうので、特にねやっぱり先ほどから言ってますけど小さいお子さんとかあとはペットですね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかねそのあたりが食べないように気をつけてください。またねこう猫とか、ね、犬の食べてはいけない植物というのはもっともっと実はいっぱいあるので、そのあたりはねまた違う動画でまとめたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。はい、続きまして第3位を発表したいと思います。第3位は驚竹刀。驚竹刀って聞いてでどんな植物なんだろうって思った人もたくさんいると思いますけど、今写真をお見せしますけどこちらです。こちらですね街路樹にたくさん使われています。ねよく見てください。本当に周りにたくさん埋まってます。ただこの驚竹刀は猛毒なんですよ。なので本当にこう気をつけてください。この牛のね餌箱の中に誤って驚竹刀が入っていて、もう9頭の牛がバタバタとこう死んでしまったっていうね、事例も上がってるほど、本当にこう毒性が強い驚竹刀なんですけれども、この驚竹刀の、ね、枝をねこうなぜかも端代わりにしてこう食べて中毒症状が出たっていうような事例もあります。驚竹刀はオレアンドリンっていうね毒を持っていて、腹痛、下痢、嘔吐、あと脱力感、あとめまい、そして最後にはこう死に至る場合もあるというね、恐ろしい毒性を持つ植物です。先ほど言ったオレアンドリンという毒は青酸カリを上回る毒性のある、成分なので本当に気をつけてください。はい、続きまして第2位の発表です。第2位はスズラン。はい、もうスズランなんてお花屋さんで普通に売ってますよね。ただこちらものすごく強い毒です。なのでものすごく気をつけてください。コンバラトキシン、コンバロシドっていうね毒を持っていて、こちらですね葉っぱに特にこう強く毒があるんですね。で特に葉っぱにはですね青酸カリの15倍の猛毒が入ってます。で続いてなんと花粉にも毒があるので、スズランの花粉が落ちたものを誤ってこう食べてしまっても同じような症状が出ます。嘔吐、下痢、心肺停止、血圧低下、ね、もう死亡例もたくさん出てますので本当に気をつけてください。あとスズランをつけといたお水を誤って飲んでしまってそれで死亡例が出てますので、本当にこういろいろな部分でね気をつけなければいけません。つけといたお水って抜いてしまってしばらく置いといたらわからないじゃないですか。それでねスズランってこう小さいお花なんで、例えば可愛くコップにね生けといてなんてこともあると思うんですよ。でそれをこう抜いてそのコップの水を誤って飲んでしまって死んでしまったなんていう例もあるので、もう本当に取り扱いには注意してください。はい、続きまして第1位の発表です。第1位はエンゼルトランペット。今まで僕が紹介してきたお花の名前の中ではちょっと皆さん知らない名前なのかもしれないんですけど、ちょっと写真をご覧になってください。これねあちらこちら今日本で割とあります。これものすごい猛毒です。この花や実を含めこの全体にね毒を持っていて、これをね誤って食べたりしてしまうと他の麻薬とは比べ物にならないような幻覚症状が出ます。そして自分の意識を保てなくなります。
誤って食べたりしてしまうと突然ねビルの高いところが飛び降りてしまったり自分の身を傷つけたりして、それをしている間の本人の記憶は全くないそうです。このね毒の種類っていうのがヒオスチン、ヒオスチアミンなどのトロパンアルカロイドっていうちょっと難しい毒性のものなんですけれども、例えば汁がねこの手についたりしても炎症が起きますし、目なんかに入ったらですね本当にこう瞳孔がいきなり開いて失明してしまうことも多々あるそうなんですね。本当にねこの取り扱いには気をつけてください。こちらはですねもうほとんど切り花の流通はありませんので、まあ、鉢物とか、まあ、あとはねお庭に植わってるとか、まあ、そういう形で皆さんは多分目にすることが多いと思います。まあ、身近に本当にありますので、でもただ本当に綺麗なんですよお花とかが。ですからもうこう触らないで鑑賞するようなスタイルで見てあげてください。まあ、そうする分にはですね特にこう毒が入ってくることとかはありませんので、とにかくエンジェルトランペットには触らない、これがベストです。はい、今ねここでトップ7の、毒のある植物を紹介しましたが、これ実はですねまだまだあります。僕ちょっと調べたらまだまだあるんです。なのでこれはねちょっと皆さんにやっぱりお伝えしておいた方がいいので、パート2パート3とちょっと紹介していきたいと思います。あとですね、猫にやっぱりダメな植物、犬にダメな植物というのがねありますので、まあ、そちらもね合わせてこのフラワー TV では、紹介していきたいと思いますので、もうペットとしてね飼ってらっしゃる方はお花を飾るときはこのように注意してください、こういう花を飾らないでくださいっていうこともねお伝えしていきたいと思います。では今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。この動画良かったよという人はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またねどんどんこうダメになることを皆さんにお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。